いやー、お疲れ様です。やったー、できたー、超時間かかったはい、いつもの作業。いつもの作業ね。毎角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 ドンで、さて、ここからね、この間やったコンボ、長時間かかったじゃん。そうね、あれマジで3時間ぐらいかかってんじゃないテイク50はいったね。でもなんでかって、後半の入力ミスもあるけど、コンボの最初はさ、嫌にムズポイントが集中してるじゃん。うん、密着ファイヤーとかね。密着ファイヤーとか、ここのディレイ、ディレイ、プロファイヤー出す前キャンセルとかね。出す前キャンセル、で2段突角のディレイ。そうだ、2段目を突角だもんね。ディレイだもんね。で、うん、その後のゼロファイヤー、うん、あれ長時間かかったじゃないですか。まあそこで何回ミスったかっていう話だよね、まず。でそれを嫌になっちゃって寝たんだけど。うん。昨日ね、もう普通に対戦しようかなと思って、ツイッターでさ、相方募集って言ったらさ、いいねが一気についただけで誰も来てくれなかったの。友達いない系だ。友達いない。でも巻きをつけちゃったから、しょうがねえなと思って、またこうやっていじってたの。そしたら、あれもっと簡単にできんじゃんってことについて。だからそれをね、翌日にちょっと簡単な方法を見つけたみたいなさ、LINE 飛んできてさ、昨日思いつけよってね、何回思ったことか。はいはい、それでそれで辛かったね。まあね、要するに、すげえ簡単に言うと、敵機が地面の近くで長スパンすればいいだけの話なのね。要はあの緑ロックで突っかか当てれればいいってことでね。そうそう、要するにそこが絡みゃいいわけだから、そこにどうつなげようかっていう話で、前使ったコンボパーツ使えんなってことに気づいて、やったらまあ速攻できるっていうね。ムルポイントをほぼ全回避できるっていう。なるほどね。でそれを発見してすぐ俺に LINE したわけだな。そう、 LINE した。その後やればやるほど、あの無限コンボに行くルートが増えてって。ああ、じゃあ指導も変わったってことか。指導も変わった。あの今やね、何を当てても無限コンボに行けるようになった。マジで？それはすごいね。すごいでしょ。いや、あんな嫌な思いをしたからだと思うんだけどね。え、じゃあちょっとまず見せてよ。まずね、うん、じゃあこいつね、ミドルロックで当てましょうってことだね。そう、はい、入りました。はい。え、これは？これはあの N 角の蹴り出した後って、実はミドルロックで突角が当たるんだよね。あ、そうなの？そう、あのボルト使った置き攻め。うん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 。あれってこうやってボルトドンってやって挟まれてたけど、考えてみれば当たんだなと思って。いや、なんでそれを思いつかなかった？簡単なんだよね。で今レバトクだったり。レバトク指導だね。炎でもよくて。なるほどね。いい高さ。ああ、いい高さだね。これ無限やいけちゃうね。いけたやつでしょ。うん。なるほどね。はい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 。あ、じゃあ要は N 角出し切ってちょい待って突角やればいいだけなんだ。サーチ替えで。ちょい待って、まあニュートラル BD で突角すればいいだけ。なんだよそれ。なんであんなハードル高いのをわざわざやったんだよ。めちゃめちゃ簡単に。なるほどね。はい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 。じゃあ指導はもう本当に何でもいいね、これね。N 角出し切れればいいってことでしょ。そう、出し切れればいいってこと。ダウンチューも余ってるから、何でもいい。まあ、何でもいいとは言いつつさ、うん、こいつにはこういうやつとかさ。うん。いるね。こういうやつがあるじゃん。これもね、できる方が見つけまして。ほう。ほうほう。いるよ。はい、うわマジで暇人だな。入った。すごいね。でしょ。ああすごいわ。この打ち上げのところをもう先行入力気味に突角キャンセルすると、このボルトがちゃんと上から当たる。へえ。結構ドン。これ怠慢でやるの禁止だね。怠慢できないから、あのミドルロックがいない。あ、ミドルロックいないのか。そっか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 。そうそうそう。なるほどね。友達いなくなっちゃうしね。さらに減るな。今俺さ、最近トムと怠慢やってるじゃん。
ちょこちょこ。俺そろそろ友達じゃなくなると思うんだけど。これは。あの、ね、ドラゴンのタイマー強すぎてさ。まあね、これとはいえさ、使ったことない人ってさ、これちょっとむずくないですか。あ、このデルマイキャンセルね。デルマイキャンセル。ああ、むずいね。これなくしたくないですか。これなくせるもんだったらなくしたいね。だってなくしたいでしょ。なくしたらミスる要素なくない。そうでしょ。なくせました。マジ。要するにね、相手の方をドラゴンは向いてりゃいいんだよね、これ実は。だからだって旗で向き直して、これなるほどね。あ、これ空打ちできんのか。そう、空打ちできるし、旗って当たんねんで、止まってる相手に。ほら、あー、じゃあ正面に、要はドラゴンが向ければいいわけだね。正面に向いて、ニュートラル BD ができればいいだけだから。そう、当たらない旗は都合がいい。どうこれ、みんなの友達が減るやつ。これ友達減るね。でしょ。うん、すげえ、なるほどな。絶対旗当たんないもんね、だって止まってる相手には。あのね、うん、運悪くなんか押し込みすぎちゃうと、ああ、ドラゴンが BD でね。うん、確かになんか見てるとちょっと動いてるな。あー、これ危ないね。これ危ない。うん、ほら、もう出ちゃったもない。素晴らしい。うん、これをもっと早く思いついてほしかった、本当に。30時間前ぐらいにこれを思いついてればね、あんなに苦労することはなかったと思う、俺は。そうなんだよね。二人でさ、終わった後さ、あー疲れたーとか言ってた。もうやんねえ、もうやんねえぞとか言ってたのに。マジか。どうでしょう、これね。もうちょっと応用は聞いて、例えばこれタイマンとかでさ、タイマン、タイマンって言ってもあれなんだけど、疑似体なんだけど、ここら辺の距離で炎当たるのってあるじゃん。え、てか一番多いよね。一番多いよ。こうやってこうやって入った。これもできるようになった。すごくない？これあれだね、なんかゲーセンのタイマンとかさ、相方消せないじゃん。それやばいよね。これやられたら普通になんか灰皿かなんか投げつけるよね。結局ニュートラル GD ができればいいだけだったら、なんかもう何でもできるようになっちゃってた。はあ、なるほど。すごいっしょこれ。あ、すごいね。どっからでもできるよ。本当にどっからでもできるわ、これだったら。いいとこに来んだよね、ほら。本当だ。でね。はい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 。さ、あの、あれでしょ？でも緑ロックじゃないとできないって思ったでしょ？いや、まあそれはだって緑ロック特化が当てるんだったら緑ロックしかできなくね？そう思ったでしょ？それもね、ちゃんと、ね、用意したから。お前どんだけ暇人なんだよ。暇じゃない、友達がいなかっただけだよ昨日。はいはい。少年の好きなコンボパーツから、ほら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 、ドン、緑ロックに運ぶこともできる。なるほど、指導が自分から緑ロックに行けるってことね。くだらねえ。今マジでね、多分見てる人もなんだそれと思ったよ。自分が行くんだね、ミドルロックに。自分が行く。そう、短いミドルロックの外に。トムさんすごい。ああ、トムさんすごいすごい。でもう僕もこれやんないから、このままもう、もう一生分やったから、これやったね。でまあ結果、まあ400ちょいで一回止めたけど、うん、無限です。まあ無限でしょ。うん、無限だから、旗使うやつはね、ミスる要素もあんまないんだよね。そうだね。旗が当たる以外は、そう、猶予も長いしね。間違えたと思ったら超えればいいんだけど、まだ。いつか実戦でさ、400ぐらい削ってほしいね、これで。てか、お互いダブルドラゴンだったらありえんのか。ダブルドラゴンでさ、画面端と端でさ、食らったら終わりじゃね？よっしゃーとかっつって。俺こっち無限入れたとか言って、あ、こっちも入ったとか言ってさ。いや、それこれ切断されるよね。そうやろね、これ切断しても、なんか特に文句言えないよね。好きになれないよね。そっかみたいな。だよなみたいな。へえ、なるほどなるほど。はいはい。昨日友達がいないからできたコンボだから、友達いなくてありがとう。オッケー、じゃあ違うコンボ行きましょう。違うコンボ行こう。はい、そうしよう、そうしよう。ドラゴンって旗投げんじゃん。うん、これね、うん、4方向投げれるよね。うん、うん、でこれを混ぜるコンボってのはまああるんだけど、うん、これじゃなくて、あともう1個だけドラゴンに旗があるんですよ。うん、どういうこと。ああ、はい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 、これって普通は絶対に当たらないのね、旗自体がね。そうそうそう、相手の周りに10本くるっといく演出の旗なんだけど、うん、これを当てたい。
そういうコンボ。当てたい。当てたい。当てたい。これを含めて、うん、旗を全部当てよう。そういうコンセプト。待って、ちょっと面白そうね。やろうやろう。これは、上の旗にも10本の旗にも当てて下の旗に当てて下の旗に当ててレバトクで二重スタンさせて2本の旗にも当てていいねいいねこれはこれちょっとね原理はしてこれね、うんうんうん、あのこうやって、まあ、絶対当たんないじゃんこれ、うん、この旗当たんないね、うん、絶対当たんないでしょ、うん、でもう一つが、まあ、魚なんだけど魚ってこれ実は真上に当たってるんじゃないんだよ、これ。当てたと相手が飛ぶ方向って、魚から見て上なのね。は？どういうこと？だから、打ち下ろしで魚を当てると、これ。はいはいはい、そういうことね。で、はい、下角から魚を当てて、突破キャンセルすると、魚から見て敵が上に行くでしょ？上に行くね。で、魚が上方向にポイってこう当たると、相手はこう、なんとかドラゴンの後ろ方向に飛ぶ後ろ方向に飛んでいくわけだ。なるほど。そうすると本来丸くこう囲んでるやつに当たらないんだけどベクトルが斜め向いてるからこの旗に引っかかる。よく見つけたねっていうかよく思いついたな。かっこいいでしょこれ。おお、なるほどね。これね絶対やる機会ないから。絶対やらないけど面白いね。ネタコンとしてはありだね。でしょ、うん、一ついいもの見たでしょ。いいもの見た。次はね、あの見ればわかるくだらないやつ。じゃあくだらないコンボいきましょう。くだらないコンボやる？え、くだらないとはいえ、多分普通のコンボの数倍は難しいからね、これ。あ、そうなんだ。できたー。おー、すげー。アシコン。これやばい。くだらないね。かっこいいけど超かっこいいでしょ。超かっこいい。オッケーオッケー。じゃあ次のコンボ行きましょうまたリボン押し込む作業だ任せて。超上手だからこれちゃんとほら狙いを定めてこれマジ面白いんだけどシュールすぎるだろ。はい、これ簡単だからな別に。さあ次のコンボ攻め系コンボですね。やばすぎ。でこの覚醒技がちょうど補正切れると。ちょうど補正切れる。レシピはレバトク、レバトク、N 角前派生、N 角前派生でレバトクで、レバトク掴んで、まあ、入力何もしないのかな。あれそうそうそう、まあ、自由落下してで自由落下して攻め系とで304そうはあ、で後ろ覚醒技 で状況良くて一応後ろ覚醒技をそのまま連打すると着手後にそう補正がちょうど切れて、ちょうど補正が切れて当たるかもしれない、まあ、ワンチャン即死みたいな。ワンチャン即死みたいな。なるほどね。そうだそうだ、ドラゴンの N 後ろ派生って基本その使い道ないんだよ。いや見たことないかも。これえ、こんなのあったの？そう、まあ別に悪くないんだよ。まあ減るっちゃ減る。あ、減るね。うん。なんだけど、この突角の派生の方が、まあ潰しが効くし、ダメージ出るしで、まああんま使わないんですよ、これ。下派生自体にね。うん、下派生自体、うん。だから一個だけ使い道があって、うん、学生中でオファーになるでしょ。うん。キャンセルしないで繋がるんですよ。今のは NN 下派生？下派生で、あの硬直がなんか短いんだよね、これ。はい、そのまま N 角連打してると拾えるんだ。拾える。はあ、じゃあオバヒコンとしてはかなり優秀だね。今350ぐらい出てなかった？そうそうそう、うん。まあそれはね、モビルファイターだから。はあ、なるほどね。オバヒコン。オバヒコン。後ろ派生の唯一の使い道だと思ったこれ。へえ。レシピ全部載せておきますんで。はいはいはい、特殊この地層高属性があるってやつね、うん、前回の動画で話してたやつね。はい、これなんか手前の行動って実はなくてもできるのね。
じゃあ旗からファイヤーとか、レバトクからファイヤーやらずにできるってこと？実はそうファイヤーだけでできる。だから特に坂だと分かりやすいんだけど、うん、まあまあある程度高度がいてこう落下管制つけた状態だったらできるんだけど、こうやってほら、はあ、上り坂に向かってやるとすごいやりやすいんだ。上り坂じゃなくてもできるの？ビタでやれば地上でもできる。ほう、これがね、これがね超難しいんだけど、まあ、上り坂でほら、ああなるほどね、へえ。要するに武装を使ってると、まあ、落下管制が乗りやすいから楽ですよっていうことだね。簡単だよ、これだと簡単だけど、そうそうそう、一応直下でもできますよっていう話か。極論このスキルでも、あ、これじゃできないか。だからゼロブ、ほぼゼロブでも一応はできる、へえっていうね。なるほど、それを話しておきたかったんだね。そうそうそう、まあ詳しくそのね、このファイヤー設置に関しては前回挙げたトムのドラゴン動画で詳しく解説してますので、そちらをクリックしてください。この辺に出しておきます。はい、お相手がモンテロユニコーンの組み合わせで、こちら変わらずですね。この試合はね、俺動画一回、まあこれリプレイ見直したんだけど、かなりうまいね。いっぱい使ったからね。ここもそうだよね。今のところもさ、あそうそう、坂の方に向かって設置しようとしてるよね。設置して、そうそう、坂から炎で山に向かって設置してっていうのをやった。当たっちゃったけどね。ファイヤーの設置はさ、その前の挙動、なんだろう、感性引き継げばどれでもやりやすいもんね。確か。どれでもそう、落下感性さえついてれば、うん、何でもいい。何でもいい。で、しかも坂の方に行けば行くほどやりやすいから、そうそう。ってことだよね。今、ちょっとした山を利用したって感じだよね。曲の坂なら前の行動もいらないみたいな。ああ、なるほどね。はい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 。ここは相方が落ちて覚醒溜まったが、ギリギリまで耐えたね。ここの旗地味にうまいよね。後ろに下がる読みのさ、旗でしょ、今の。多分ああいうところは大体後ろに下がるから、あ、とりあえず後ろ出しとけみたいな感じか。うん、覚醒中多分ほとんど旗後ろに巻いてる。ああなるほどね、こっちの覚醒中にね。こっちの覚醒中に、はいはいはい、やっぱり近づきたくないじゃん、こんな危ない。ああそうだね。でここも設置して相方の方行った。こういう展開きついけど、まあ相方がリボだから焦りたくないから、うん、ファイヤーから N 角出し切って特角、特角出たー。これ無限コンボの始まりかと思いきや、まあさすがにね、さすがにね。あ、でもこれダメージアップさせてちゃんと落とせた。あれやんなかったら落ちたか、怪しい、怪しい。最後の方で31削るからそこまで。ああなるほど、すげえな。手を刻んでいかなきゃいけない。でここはまだでも死ぬのちょっと早いかな。どうなんだろう、まだ死にたくない。あー惜しい、設置はできてたよね。設置はできてるけど、まあかすってしまったと、まあ、あっちのガトリングが強かったと、うん、でここはメインでダウン取って310で覚醒ある。まあ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 、パター当ててファイヤー当てて味方の邪魔入ったが、さあしっかり相手のモンテロの覚醒をさばいて、これはもう2人で追って終わりかな。はい、そうだね、完璧です。うますぎます。いい2オン2でした。いい2オン2でした。はい、以上で今回の動画は終わりになります。対戦動画、そしてコンボ、まあ、ネタコンボですねの動画に協力してくださったトムさん、ありがとうございます。お疲れでした。お疲れです。で今後もですね、定期的にトムさんにお願いして、まあこういった面白いコンボだったり、まあ、対戦動画もやっていこうと思うので。もう無理っすね。もう無限コンボは無理か。無限コンボはね、もう無理。お腹いっぱい、わかった。まあ、まあまあまあ無限コンボじゃなくてもね、スカシコーンとかかっこいいコンボあればまたお願いしたいと思いますので、また見に来てください。そしてですね、トムのツイッターですね、概要欄に貼っときますので、よければフォローして、マキオン組んであげてください。ください。はい、というわけで今回の動画終わりたいと思います。高評価、チャンネル登録、そしてコメントたくさんお待ちしてます。お疲れ様でした。でした。